おはようございます。今日はねここのちょっと草刈りをしようと思います。ちょっとね中がもう伸びすぎててこっちもやっていかなきゃいけないんですけど正以上に高くなってしまってちょっとこいつをねちょっと使ってこっちちょっと一回バーっとやっていきたいと思います。こっちはまあまあいけるやろな。こっちは無理やろな。ちょっと今日は雨の予報やけど全然降らへんというね。今年雨少ないな。梅雨から全然降ってないですね。まあやっていこうか。よし頑張ろう。よし、なんとか終わりました。雑草が伸びすぎててちょっとしんどかったけどなんとかやな。やっぱり定期的にこの目に刈らないとしんどいな。まあ、この辺もちょっとボーボーやしまたちょっと草刈り頑張ろう。ずっと雨が降ってなかったからねもう枯れてたんですけど雑草もちょっと雨が来るからこれからまたぐっと伸びそうな気がするんで、はあ、やってかな。よしよしこっちもまたやっていこう。これはハードやで。おはようございます。昨日ねこっち側を草刈りしたんですけど今日はねこっちを行こうと思います。こっちをね、まあ、うちの畑にしたいなっていうのがあって草刈りしてちょっと耕運機をちょっと買わなきゃいけないな。畑にするにはねちょっとそこら辺がね草があんまり生えてないと思うんですけどあの辺にこう水がちょっと溜まってしまってるのよね。そうやし土作りする前に水はけをまず改善しなきゃいけないなっていうのがあってどうなんやろな。来年植え付けしようと思うと秋に草刈りしてやりだすのがいいのか、うん、もう今のうちにやっとくべきなのかちょっとよくわかんないですけどこんなんね多分一日じゃ終わんないんでちょっと行けるとこまでやっていこうと思います。よし畑を作るぞ。これが今ガソリン1回分。全然進まない。なかなかやね。これは歯だね。僕が使ってる歯で多分これ一番強いんちゃうかなと思う、シュレッダーブレードってやつ。オレゴンのシュレッダーブレード。こうやってねちょっと曲がってるんですよ。下に曲がってるからちょっとパーッと倒して下に、長い草がもうわーって重なってしまうからそれを下に押さえつけながらこう下で刈っていくみたいな感じでやってるんですけどもう長すぎて絡まってでこれがまた秋口の草が枯れ始めた時やったらもっと簡単にいけるんやろうけど今ね
水分含んで草自体が強いからもうすぐここにグーって絡まって止まってしまうねんな。なかなか大変これ。ああ暑い暑い暑い。今日曇りやけど、なんやろな、湿度が高くて暑いわ。で、ちょっと休憩して、あいだ、よいしょ、やっていこうかな。だいたいいつもね、この2リットルの水1本1日飲んじゃいますね。で、これ塩を舐めながら、また水分取りすぎたらまたそれはそれで倒れちゃうんで、ふぅ、いやーしんどいけど、はあ、気持ちいいな。よし、ちょっと休憩してまた頑張ろう。今日はもうこんなとこかな。全然ここも草刈りまだまだ残ってんねんけど、結構いったんちゃうかな。またこの刈ったこの草をね、このままほっといて乾燥させて野焼きしたいな。野焼きして耕運機とかでこうバーッと混ぜ込んでしたらいいんちゃうかな。わかんないけど、ちょっとね、農業のことが全然僕わかんないんで、農業のこと無知やけど、農業をねちょっとやっていきたいなと思ってるので、なんとかまず第一歩ここでやってみようと思います。もしこれ見てる人の中で農業もやめようと思ってる方がいて、耕運機とかもし譲ってもいいよっていう方がいらっしゃったら連絡ください。まあそんなに高額で買い取れはできないと思うんですけど、大切に使わせていただくので譲っていただける方連絡お願いします。まず耕運機かな。トラクターとかあったらもう最高ないけど、まあトラクターはねさすがに僕もちょっと買えないんで、ジモティとかヤフオクとかでずっと見てるんですけど、なんかねいいのがあったらまた買おうと思って、まだねこれちょっと残ってるから、また引き続きやっていきます。ちょっと今日はもうギブアップ、一日無理をしてね、しんどくなってやめてしまうぐらいだったらちょっとのことを毎日続けるというのが大切かなと思うんで、まああまり無理せずまたまたここはやっていきます。よし、ではさようなら。気持ちいいね。おはようございます。よし、今日仕上げ全部行ってしまおうと思います。ここの草刈りね、まあいけると思うけど、よし、ちょっと今日は暑いな。よし、今日も頑張ろう。
うわやば、びっちょびちょ、今日暑すぎるわ、ちょっと若干手震えてるわ、危ない、ちょっと水飲もう、水水、だいぶ落ち着いた、水も1リッター以上飲んで、塩飴食べて、休憩して、だいぶ戻ってきたね。ああやばかった。でも戻りました。ちょっと震えてたね。休憩してる間に日も沈んできて。だいぶやりやすくなったかな。よし、もう一頑張り頑張ろうか。よし、よしと言ったものの腰が重い。セミがね、早い行け、さっさと仕事しろって言ってるように聞こえる。よし、よし、頑張ろう。一通り行けた。やって。2日かかった。2日かかりました。でここを この辺からもう水が来てて、ここもちょっと分かるかな、分からへんな、水もうこの辺一帯はもう水浸しだから、ここの水を抜くために一回こうユンボを入れて水路を作ってやって、水の抜け道をちょっと作ろうと思います。で、重機をここに持ってこなきゃいけないんですけど、ここにもね、ここをずーっと草刈りしてしまわないとちょっと重機が入ってこれないんで、ちょっとこれも全部草刈りしなな、で、これが昔ここの田んぼで、まあ、お米を作ってはった農家さんのなんか小屋みたいなあるんですけど、まあこれは知ってたんですけどで、こういう機械とかもう多分使えへんと思うけど、この中になんかもうゴミ置き場みたいになってるけど、これも片付けなあかんな、解体して、でこれね、ここにこれ耕運機かな、これはあ、ちゃうわ、これ田植え機やな、稲刈り機で、これ何やろ、よく分からんけど耕運機はないな、こん中にあるかもしれんな、一応僕じゃないんですよ、ここの土地を持ってるのは、農家さんが所有してる土地なんですけど、まあ僕にあのもう任せるし使ってくれと言われてて、でこの辺の機械とかももし直して動くんやったら使えって言ってくれてて、ちょっと直る気配感じへんけど、まあどっちにしても重機をちょっと持ってきて、こいつらを引っ張り出して片付けをやっていこうかな。
そのためにも重機がここまで来れるように、ここの草刈りがまたえげつないやんか。ちょっとまだこっちやっていきます。よし、今日はこんなところで、ではさようなら。気持ちいいね、この空が。